平成29年8月22日、阿蘇市内の巻の遊び場で、幼稚園児がブルーベリー狩りを楽しみました。この日、ブルーベリー狩りに訪れたのは、認定子ども園阿蘇中央幼稚園の年中組と年長組のおよそ40名の園児たちです。まず、遊び場を管理する職員から、積み方についての説明がありました。その後、 枝先にたわわに実ったブルーベリーを小さな手で一つずつ摘んでいましたこのブルーベリーの木は平成22年の遊び場開園時に植えられたもので現在およそ100本が1メートルほどの高さに成長しています園児らは摘み取ったブルーベリーを甘ーいおいしいと言って頬張っていましたおよそ1時間のブルーベリー狩りを楽しんだ園児は 管理者にありがとうございましたと元気よく挨拶し、楽しい夏の思い出となったようです。